14歳の母の出演キャストの現在。皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。今回は、あの衝撃的なドラマ14歳の母。14歳の母とは、2006年10月11日から12月20日まで、毎週水曜日22時から22時54分に、日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送されたテレビドラマ。主演は志田未来さん。キャッチコピーは、愛するために生まれてきた。未成年の妊娠と出産をテーマにした社会派ドラマで、視聴率好調に伴い、全10話12月13日終了の予定だ。1話追加され、全11話となったほどでした。ストーリーは、私立中学校2年生の一ノ瀬美希は、14歳にして恋人との子供ができてしまう。しかし、運命の相手と思えた。私立中学校3年生、桐野聡は頼りにならず、家族との確執が芽生え、美希は絶望の淵に落とされる。それでも産む決心をするが、信じられないほどの困難が待ち受けていたのでした。それでは、演じたキャストとその現在をご紹介します。どうぞご覧ください。一ノ瀬美希、志田未来さん。名門、聖林女学院中学校に通っている。普通の家庭に生まれ育った中学2年生。思ったことを、意のまま行動する明るい性格なので、友達も多い。学校では、放送部に所属して、校内放送の MC もしており、将来の夢は、ラジオの DJ になること。しかし、成績はあまり良くなく、学校の教師の受けも悪い。同じ塾に通う桐野聡と、周囲に内緒で付き合っており、第1話で彼と関係を結んだことで、思いもかけず妊娠し、第2話で的場クリニックで検査し、事実と判明。周りの意見から、一度は中絶に同意するが、両親から自分が生まれた時の話を聞くと、中絶を拒否して、周囲の反対を押し切り、お腹の子に会いたいと子供を産む決心をする。演じた志田未来さんは、女王の教室など子役として活躍後、2006年にこの日本テレビ系ドラマ、14歳の母で主演を務め、注目を浴びる。圧倒的な演技力と親しみやすさを兼ね備える、実力派女優の一人。18年9月、一般男性と結婚。現在も女優として活躍しており、NHK 連続テレビ小説、エールにも、畠山真紀子役で出演されていました。一ノ瀬加奈子、田中美佐子さん。美希の母。美希の幸せを願い、美希のために。名門私立中学である聖林女学院に通わせている。妊娠発覚後、中絶はするから。退学は勘弁してほしいと、学校で頭を下げている。学費の重い負担に耐えるため、ファミリーレストランでパートをしていて、チーフを務めている。当初は出産に反対していたが、ミキの強い決意、学校での出産宣言を前に、娘を守り支えていくことを決意する。演じた田中美佐子さんは、TBS による俳優養成所緑山私塾の第1期生で、ドラマや映画出演など順調なデビューを果たす。1982年、ダイヤモンドは傷つかないで、映画初出演、主演し、第6回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。またこの時期にはキングレコードから、歌手としてもデビューしています。その後、芸能活動を休止、事務所を浅い企画へ移籍し、女優業を再開し、確かな演技力で、数々のドラマ、映画、舞台などへ出演。1995年11月、お笑いコンビ、テイク2として、活動を始めたばかりの深沢邦之さんと結婚。当時年収1億円を誇る女優として、存在が確立されていた田中美佐子さんと、月収10万円のお笑いタレントで、年下でもある深沢さんとの結婚を報じる。ワイドショーや週刊誌上では、その格差生活を危ぶむ声もありましたが、その後も、良き家庭を築き上げています。現在も山村美沙トラベルミステリー、鉄道警察官、捜査ファイルなど、ドラマを中心に女優として活躍されています。
一ノ瀬忠彦、長瀬勝久さん。ミキの父、大手住宅販売会社に勤めており、次長に昇進したばかり。会社での取引や評判を気にしているが、家族のことも大切に思っている。家族の中では、最後まで出産に反対していたが、娘や妻の強い覚悟、ミキの家出宣言と、かな子の里氏を、目の当たりにし、妻と共に娘を守り支えると腹を決める。演じた生瀬勝久さんは、1983年、劇団外箱町に入団し、88年、四代目座長に就任。以来、劇作家、演出家として、オリジナリティあふれる作品を世に送り出す。1988年の NHK 連続テレビ小説、純ちゃんの応援会のレギュラー出演を機に、1990年代半ばより、全国区のテレビドラマに本格的に進出し、役者としての活動の場を、関西から全国に広げるため2001年に退団。以降、深夜バラエティ番組に次々に出演し、個性派俳優として注目を集め、話題のテレビ、映画、舞台で活躍。最近も知ってるワイフで小池義晴役など、活躍されています。一ノ瀬健太、小清水和樹さん。ミキの弟で小学生。むせているが、家族思いのところもある。ミキの妊娠報道をきっかけに、クラスでいじめに遭う。演じた小清水和樹さんは、2004年、事務所のオーディションに受かり、映画、カーテンコールでデビュー。仮面ライダーディケイドの、仮面ライダー響き、アセム役で話題になり、その後も、ドラマや映画を中心に、活躍していました。しかしながら、2012年の映画出演を最後に、所属事務所を退所し、芸能活動を引退しているそうです。三井誠、河本純一さん、次長課長。かな子の弟で、ミキの叔父。バンドにハマって高校を中退している。現在はギターショップを経営。23歳で、ひな子と結婚も。その際、母、ミキの祖母に反対されたらしい。夫婦で、ミキのことを可愛がっている。ミキの妊娠を知った後も、彼女の良き理解者である。演じた河本純一さんは、井上聡さんとのお笑いコンビ、次長課長のメンバーで、2003年以降、仕事が増加し、一躍人気芸人となりました。2012年には、親族による生活保護受給騒動により、謝罪会見を行い、仕事が激減するなど、波乱万丈な生活を送っています。近年は、SDGs、持続可能な開発目標推進活動や、ボランティア活動といった、社会的貢献や農業にも取り組んでいるそうです。現在もテレビ番組では、じっくり聞いたろう、スター近況、非報告、など、芸人の活動も行っています。三井ひな子、金子さやかさん。誠の妻で、ミキの叔母。かな子と忠彦の義妹。18歳で誠と結婚した。子供がなかなかできないが、今の生活に満足している。演じた金子さやかさんは、2000年、フジテレビ、ビジュアルクイーンに選ばれデビュー。ドラマ、エースを狙いや、14歳の母に出演し、バラエティでは、サラリーマンネオなどに出演し活躍。しかしながら、金子さやかさんも、2012年に渡辺エンターテインメントを辞め、芸能界を引退されています。桐野聡、三浦春馬さん。ミキの彼氏であり、ストラの父親。有名進学校に通う中学3年生。ミキと同じ塾に通っており、学年は一つ上だが、ミキにはキリちゃんと呼ばれている。ミキに妊娠を打ち明けられた当初は、出産には賛成せず、母親に言われるまま海外に、留学、ほとぼりが冷めるまで逃走しようとするが、両親の呵責からできなかった。演じた三浦春馬さんは、子役としてキャリアをスタートさせ、数々のドラマや映画で活躍した後、2006年日本テレビドラマ、この14歳の母で注目を集める。
代表作としてドラマでは2008年 TBS ブラッディーマンデイ、2009年日本テレビサムライハイスクール、2013年フジテレビラストシンデレラなどなど、また映画恋空で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞、16年7月に主演を務めた舞台キンキーブーツで第24回読売演劇大賞杉村春子賞を受賞、日本を代表する俳優さんでした。ドラマ、映画、舞台、ミュージカルと幅広く活躍し、演技力に加え卓越した歌唱力とダンスの技術により表現者とも称されていました。しかしながら2020年7月18日、自宅で意識がない状態で発見され、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。享年30歳でした。桐野静香、室井茂さん。サトシの母。実業家として、毎日数百万のお金を動かし、ベンツやポルシェなども所有している。愛人と別れた後、サトシを出産して女手一つで育てている。演じた室井茂さんは、映画、テレビ、舞台、CM、出版、音楽と、幅広く活躍する女優さんです。1995年映画、居酒屋幽霊で、ブルーリボン賞助演女優賞、日本アカデミー賞最優秀助演女優賞受賞など、数々の賞を受賞。2014年 NHK 連続テレビ小説、花子とアンに出演。近年も、7人の秘書のワニブチサツキ役に出演するなど、活躍を続けています。的場春子、高畑敦子さん。的場クリニック院長。産婦人科医。ミキは的場クリニックで生まれ、未熟児で逆子の難産だったため、春子もよく覚えていた。演じた高畑敦子さんは、学生時代に、私にしかできないこととは何だろうと悩み、演技を学ぶため、東邦学園大学短期大学部芸術科演劇専攻へ進学。卒業後は青年座に入団し、舞台女優としてデビュー。読売演劇大賞の最優秀女優賞をはじめ、数々の賞を受賞。ドラマや映画、舞台と話題の作品に、多数出演し、実力派女優として活躍しています。近年も2020年、アライブ、ガン専門医のカルテの、高坂民代役など活躍を続けています。遠藤京子、山口さやかさん。ミキの担任。理科担当。休み時間に隠れてタバコを吸っている。校内での生徒の成績や行動には責任を感じているが、ある事件をきっかけに生徒には深入りせず、校外での行動は各自の責任という方針を持っていた。演じた山口さやかさんは、1994年フジテレビドラマ若者のすべてで、主人公萩原正人さんの妹役としてドラマデビュー。その後バラエティ番組で活躍するも、逆にドラマのスタッフなどからは使いにくいと言われてしまうなど方向性に悩み、芸能界を辞めようとしたそうです。しかしそんな時、これが最後と決めて挑んだ2003年の野田秀樹演出の舞台オイルの練習が大変だった反面、本番がものすごく楽しく充実感を得たことで、やめたくないという思いが強まり、その姿を見た演出家の蜷川幸雄さんから、次の舞台の仕事へ声をかけられ、厳しい言葉で罵られることもあったそうですが、そのおかげで吹っ切れ、精神的にも鍛えられたことで女優を続けることができたと、後のインタビューで語っています。2014年頃からドラマのオファーが増え、2015年には計6本、同クールに掛け持ちしながら出演するなど、主役ではないものの幅広い役柄をきっちり演じきる、それぞれの作品に欠かせない名バイプレイヤーとして女優活動を続けています。2018年ブラックスキャンダルで38歳、芸歴24年にしてドラマ初主演、現在もドリームチーム主演えのきかな役で活躍を続けています。
柳沢真由奈、谷村美月さん、ミキのクラスメイト。ある事情、作中では明言されていないで1年留年しており、そのことと関係して担任の遠藤を恨んでいる。演じた谷村美月さんは2002年に連続テレビ小説満点 NHK でデビュー。2002年の映画カナリアで主演を務め、第20回高崎映画祭の最優秀新人女優賞に選ばれブレイク。現在も女優として活躍されていて、 NHK 総合の心の傷を癒すということの結城里恵役や BG 身辺警護の森尾美和役など、数々のドラマに出演されています。久保田恵、北野キーさん、ミキのクラスメイトで親友、放送部に一緒に所属している。ミキに妊娠を打ち明けられるも、それに嫌悪感を抱き、遠藤に報告して、さらにクラスで言いふらしてミキを裏切った。演じた北野キーさんは2005年にティーン誌のモデルとしてデビュー、ミスマガジン2005グランプリを獲得。女優業もこなし、映画幸福な食卓で第31回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど注目を集めました。2018年5月には人形の家で舞台初主演。現在もテレビ東京ドラマあなた犯人じゃありませんにて泉役など活躍を続けています。畑野すぐる、北村和樹さん、週刊誌週刊トップの編集長、かな子が勤めるファミレスの常連客で、おかわり自由のコーヒーばかり飲んでいる。ミキに出会う前に中学生の闇や14歳病を特集しようと考えていた。演じた北村和樹さんはタイロンパワー主演の海の征服者を見て海賊に憧れを抱き、海賊になるために商船高専に進学。しかし海賊になれないことに気がついたため3年で中退し、役者を志す。俳優を志した理由は、役の上ならどのような人間にもなれる、海賊にもなれるからだったそう。19歳の時に上京、事務所やオーディションを片っ端から受けるも、エキストラがせいぜい。自らを売り込むために本人とマネージャーの一人二役をこなしていた時期もあり、なかなか芽は出ず、失意のうちに一度廃業。オーストラリア、南アメリカ、東南アジアなど、およそ4年間海外で放浪生活。しかしながら、これでは逃げ出したままで終わってしまう、と思い直し帰国。俳優活動を再開し、やがて三池崇史や望月六郎作品と出会ったことがターニングポイントとなり、1999年公開の水月及び日本黒社会レイラインズで、キネマ旬報新人男優賞、ニフティ映画大賞助演男優賞を受賞。近年も2019年後期放送スカーレットで戸田恵梨香演じるヒロイン君子の父ジョージを演じ、NHK 連続テレビ小説初出演を果たすなど活躍を続けています。最近も坂口健太郎さん主演、シグナル長期未解決事件捜査スペシャルにて、視聴者からは大山役の北村和樹さんの演技力に驚きと感動の声が上がっていました。劇場版も現在映画館で公開中なので、私も見に行こうと思います。以上、14歳の母の出演キャストの現在を追ってみました。あれから14年、皆さんの近況もかなり変わっていましたね。いかがでしたでしょうか。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。